네, 여러분, 안녕하세요. 모고모고입니다. えー、朝鮮王朝実録というこういった記録物があるのは皆さんご存知だと思いますが、私が最近古代の記録を調査していますが、この朝鮮王朝実録のありがたみというのはすごく感じております。で、実際これを私が使っているんですが、ホームページが実際あるんですよ。で、つまり朝鮮王朝実録はデジタル化されていて、私がここで検索をして、それをまとめてみな 皆さんに紹介していますでその中で例えばじゃあ皆さんもハングルが分かったら、えー、こうやって検索のところにチャンヒビと検索したら、えー、朝鮮王朝実力全体にあるチャンヒビの記録が簡単に見れるようなとっても便利なシステムになっていますよね皆さんもいずれかハングルが分かったらこれを使ってみてください で、えっ、ー、と、朝鮮王朝実録に性犯罪に関する検索をしてみたら、約200件ぐらいがあったらしくてで、その中で一番多いのは八大王の尊重の時代ですが、じゃあ、とにかく今日は朝鮮の性犯罪に関するお話を皆さんとしたいと思います。もちろん朝鮮でも性犯罪というのはとっても重い罪でした。 基本的に記録を見てみると、その処分はほとんど死刑でした。えー、初代王の手助イソンゲの時代にこういった話がありました、えー。ある人物が11歳の女の子を襲ったんですね。それで、手助イソンゲはものすごく怒りながら、すぐ死刑を命じますね。 それ以外にも、四大王のセジョンの時も、八8歳の女の子を襲った者がいたらしくて、セジョンはこれに、も本当に毛玉の目みたいな悪口を言って、早速死刑をしたらしいです。 そして、基本的には、被害者たちに対しては、朝鮮は、こうやって国民といいんですかね、民たちが被害を受けた場合、すべて王の責任だと思う傾向があったそうで、被害者に全力で支援をしたらしいですね。えー、もちろん、それは家臣たちにとっても、これが王らしきの姿なので、もちろん反対する人はいなかったんです。 ただ、面白い記録が一つあって、皆さんに今日これを紹介してみたいと思います。朝鮮後期の4女、つまり、トギの息子がいたんですが、4、え、女、ー、の43年の時の話です。えー、チョラドという地域に7歳の女の子が妊娠をしたそうだという記録がありまして、それを聞いた4女は7歳。 妖怪の仕業かといたらしいです。えー、それですぐ、えー、調べることになったんですが、その調べた結果、女の子の名前は、チョンダンという子でしたが、本当に7歳だったらしく。で、実際見た目を見てみると、大人とあんまり変わらないぐらい、とっても成長が早い子だったらしいです。おそらく、これは朝鮮だけじゃなくて、世界的に7歳が妊娠したというのは、記録的な事件だったと思います。 で、それで、その真相を調べてみたら、犯人の名前はソン、孫ョンという人物で、使用商売をしてたそうですね。もちろん、ジョは、彼を必ず逮捕して、尋問しろという命令を下します。その尋問の中でソン、孫ョンは、妊娠した子は自分の子だということを認めますね。これを聞いて、ジョはソン、孫ョンの身分を先民にして、そして追放させます。 じゃあ、これで事件は終わり。じゃあ、その後、四女はどうしたんでしょうか。じゃあ、いつもの戦王たちのように、被害者に支援をするべきですが、ここで四女はおかしい命令を下すんですよ。被害者ではなくて、共犯だという判断をしますよね。この時、家臣たちはとても意味がわからないという記録がありました。じゃあ、とにかく四女の意見はこうです。 女性の身だしなみが悪かったので、これはとっても、つまり彼女にも罪があるということなんですよね。で、それで家臣たちが7歳の女の子なんですが、という反応をしますが、ここで四女はさらに、そうだ、被害者の母も重罪だという、今の時代から考えても、朝鮮当時から考えても、あまり理解ができない判断をしますよね。 もちろん、家臣たちは、あまりにもこれがおかしいので、反対の意見を言いますが、四条は自分の意見を強く通すんですよ。で、そして、結局、被害者、つまり7歳の女の子と、その母を、先民とし、 追放させますねで、これで家臣たちは、中国も朝鮮もこういった前例はないです。強く反対しますが、今日は不思議なんですよ。うん、それはいい意見なんだけど、とにかく追放だ。今後、この話はしないように。みたいな命令を下します。 えー、皆さんもご存知だと思いますが、朝鮮時代にとって追放刑というのは、死刑に続くとても重い刑罰になります。えー、追放される前に、お尻叩き、100回をったまず叩かれた後に、えー、付き添いの完了もの、料費まで自分が出さないといけないし、お金がなかったら、 歩いて行くしかないという、とてもきつい刑罰なんですよね。で、結局こうやって追放された家族、えっ、ー、と、先ほど言った女の子、7歳の女の子とその母。 そして途中で息子が生まれたそうですが、その息子まで3人とも死んだらしいですね。で、それを家臣たちが四条に報告したら、四条はこれに対してあんまり重い反応はしないんですよ。あ、そうなのって終わった後に、あの事件場所の地名が原因かもしれないので、地名変えよという意見をまた出します。えー、それで当時なんですけど、この事件があった場所が、イサヌンという地域で 影という漢字があったんですが、これを三兆、つまり勢いという漢字に変えますね、えー。当時の記録を見てみると、家臣たちもこんな迷信をと言って、あ四女に、えー、裏で文句を言ってたという記録があります。さあとにかくまとめてみると、四女のこの実験に対する判断は、朝鮮全体を見てみてもとても不思議な判断でした。えー さらに、王様の責任だと認めないといけないのに、四条はそれも全く認めず、全部その、被害者の責任だと責めてしまいますよね。ええー、まあ、いろんな理由があると思いますが、私がこれに関する、まあ、いろんな意見とか、自分の意見をまとめて説明してみると、やっぱり四条は、い、とぎの息子ということで正当性がないし、自分の兄貴を殺して王になったという噂もあるぐらいの王で でした、ね、えー、なので、母の身分が低いとこととか、やっぱり兄の特撮疑惑ということで、王権が弱くなるかもしんない。で、さらに、四女って息子を殺したんですよね。この事件って、この佐渡聖者の後の事件だったんですが、えー、なので、こういった面で、王の責任にした場合、えー、周りの家臣からの攻撃が多分、続くと思いますので、それを、え、最初から、えー、防いだのではないかなと思いますよね。そのために、被害者たちを、 犠牲にすするるとといいいううっ、まあ、ってそういった面あると思いますねで,でこれによって結局あの記録また面白いんですが家臣たちからはさらにあれぐらいの性格だから息子も殺したしおそらくやっぱり戦王も今の4女が殺したんだろうなという噂が広がる原因になったそうです。 じゃあ今日はここまでです。えー、性犯罪はもちろんとっても重い罪ではありますが、その被害者は必ず守らないといけないのに、養女は追うとして決してやってはいけないことをしてしまったんですね。じゃあ今日も聞いてくれてちゃ진んちゃ고ま워よ。여러분、안녕